はい、おはようございおはようじゃないな、こんにちは、おはこんにちは。はい今日はスポーツの日、日本はスポーツの日なんですけど、あいにくの雨なんですね。皆様、体育じゃなくて運動会は昨日が多かったみたいな感覚ですが、皆様今日雨降って残念って方いたら残念、家の中で楽しく絵を描きましょう。はい。今日、イングトーバータングルス2023年の、もう9日なんだけど、7日、8日、私、月、日、じゃない、待てた。土、日で、ちょっと外出したり、息子と遊んだりとかして、もうすっごい疲れたけど、楽しかった。なので、それ、今日は置いといて、昨日の、なんだこれ、バーズと、その前の、ファンダバウトっていうのをやろうと思います。ね、天気の話を必ずしてるんだけど。雨。ねえ、で、雨ですよ。すっごい寒くて、よく眠れました。あ、こんなにいっぱいあったのね。で、今日もこれ書こうかしらと思って。で、なんかこの、昨日のは、なんだろう、あみだくじみたいなのと、ファンダバウトはね、ゼンタングル公式の、ファミリーたちが、去年だったかな、あ、今年全アゲインで発表した、今年かな、去年かな、忘れちゃった、発表したタングルです。あ、ちょっとこれまた書き込むと時間かかるが、ちょっと今日違う風に書こうかな、じゃあ。なんかこのバースってやつ初めて書く。実つみさん、はじめまして、ライブお邪魔します。あ、はじめまして、ありがとうございます。あら、なんて礼儀正しいお方でしょう。ありがとうございます。なんかご意見などご質問などございましたら、答えられることなら答えます。はい。タングリーベッドさん、ありがとう、ありがとう、タングリーベッドさん。このやつなんだろう、木の板をこう打ち付けてるみたいな、かわいいタングルですね。セレンディッピーさん、こんにちは、こんにちは。今日は本当寒い寒い寒いの話ばっかりです。すいません、暑いの話もすごかったけど、今日は久しぶりにっていうか、あれですね、先週まで真夏のような暑さだったのに、今日はあれをつけました、暖房をつけたぐらい寒かったですね。何をしてたかというと、何をしてたか情報いらないかもしれないけど、連休、3連休、今日最終日なんですけど、今日はうちの旦那の誕生日で、今日はカニを、あ、カニ解凍しなきゃ、冷凍で買ってある。カニを食べます、夜。土曜日は電車に乗って都心に行きました、息子と。何をしていたかというとですね、何をしてたんだろう、あれです、銀座に行って、銀座での友達が個展をやってたんで、個展じゃないな、なんだね、二人展、造形作家のむさび時代のお友達なんですけど、それを見てきました。なんかうちの息子はそう、フィギュアを作りたいとか言って、フィギュア
あのアニメキャラみたいなやつを、あのクリあれですね、クリスマスじゃなくて何だっけ、夏休みの、あの宿題自由研究で作ったんですけど、その時に私も作ったことないから、その造形作家の友達にプロに聞いて、何で作ればいいかなとかさ、これひび割れちゃったらどうすればいいみたいな、粘土で作ったんです。でその師匠たちが、古典、まあ、2人組なんだけどやってたから、すごいの、もう本当に彫刻家って感じ。粘土とか木を掘ったりとかしてなんか作ってるんだけど、あ、これなんだっけ、ファンダバウト勝手に書いてるけど、これステップアウト難しいよね。いつもなんか分かんなくなるけど、なんとなく書いているって感じ。なんかステップアートがクリエイトラブかなんかの、あの台湾の方たちのだったんだけど、ちょっとこれふにゃふにゃさせたりとかしたのも書いてて、あれも可愛いですね。あんな風に書けるんだと思って、ぜひ見てみてください。そう、それで銀座に行って、でその後あの錦糸町ってねとこね、下町ですね、錦糸町に、これまたムサビの時の友達があのインド舞踊やってて、それ見に行きました。すっごい素敵なのインド人みたいな顔してんだけど、そう、息子もダンスやってるからさ、一緒に行くってさ、行きたいって言うから行ってきました。でなんかちょっとすごい素敵なお店だった、シルクロードカフェってとこなんだけど、なんかあのエスニックなお料理があって、海外みたいな感じ。それ行って、で帰り新宿に寄って世界堂行ってもう世界堂がすごい混んでて、世界堂ってご存知、あの東京にあるの、新宿にあるめちゃめちゃでっかいあの画材店なんですけど、もう外国の人もすごいし、もう外国の方、もう渋谷じゃないや、新宿、外国の方すごかった。河野さん、こんにちは、こんにちは。そう、世界堂行ったけども、レジに並ぶのが嫌で、ちょい、あの一回ワンフロアごとに会計しなきゃいけないから、一回で買い物して並んで、で次のセカンドフロア行ったらまた混んでて、もう一回並ぶ元気なくてもう今日は見て帰る、見るだけにしようみたいな。で何したっけ、あ、それでゲーセン行って疲れたらすぐゲーセンに行くみたいな。そうで、その後ご飯食べて、私ビール飲んで楽しかったです、歌舞伎町でなんかこの前歌舞伎町はなんか怖いところだみたいなのテレビでやってたけど、なんかすごい変だね、まあ、いっかちょっとジアって感じで。歌舞伎町私よく行くんですけどね、よく行くっていうか、よく行ってました、よく飲み行ってましたね。ただの飲み屋ですよ、なんかすごいそんな怪しいとこじゃなくて、結構いろんな飲み屋とかあるから。そう、思いっきり東京なことして、あ、そんな観光してきました、東京観光。そして昨日はあのレゴディスカバリーセンターっていうお台場にある、レゴの室内屋内アミューズメントパークみたいなとこ行ってきました。これまたね、息子があのすごい好きなプロのレゴビルダーの人がいてその方に会いに行ってきました、師匠に会いに。すみませんね、全然くだらない関係ない話しててすみません。皆さんどこか出かけたかしら。
初日はすごい天気良かったから、多分初日に運動会やってる人はね良かったですよね。結構初日が多いんじゃないですかね、やっぱり延期とかを考えるとね。あんまり思ってたような感じじゃない、もういいや、あんま何も考えずに書いてるすいませんレイコーさん、明日からディズニー行きます。わあ、明日はどうなんだ、天気のことばっかり。でもディズニーランドね、雨でも大丈夫、きっと、わかんないけど、とにかくね、夏は暑かったし、今ちょっと寒すぎるぐらいだけど、風邪ひかないように、ね、してください。無理やり2つのタングルを、くっつけました。コノさん、明日晴れ、あ、そうなんですね、明日晴れなんだ天気の話するくせに天気予報を見てないって。信号ママさん、隼人君と一緒に飲みに行ったの、いいなあ。飲みに行くっていうか、そうですね、なんだろう、ちょっと入ったカフェみたいなとこで、あ、ビールがあったから飲んで、そんでビール飲んでたら、ちょっとまだちょっとご飯には早いねなんて言ってたんだけど、なんかもう食べちゃおうかっつって食べたら、もう一杯飲んじゃおうかなみたいなそんな感じです。レイコーさん、服装悩んでます。あー、実積さん、話しながら書かれていてすごいです、楽しいです本当ですか、大丈夫ですか。レイコーさん、どこからいらっしゃるんでしょう。服装ね、やっぱ脱ぎ着できるやつがいいと思いますよ。私も昨日 T シャツ、なんか脱げば夏の感じにして、でもちゃんとカーディガンみたいな。信号さん、歌舞伎町でもカフェだったのね、飲み屋とかと思った。あ、そうそう、もうなんかもう歩き疲れちゃって、なんかその辺にあったよくあるカフェ、よくあるなんていうかカフェです。飲み屋ね、飲み屋さんに、飲み屋さんもね、たまに旅行とかでは行ったりしますけど、普段ね、あ、串カツ屋さんみたいなのチェーン店が近くにあるか、それは行ったりしますかね。兵庫県、あ、でもそしたらあんまり変わらないかな、こっち変わらないですね。なんかね、東北とか沖縄とかそういう東京とあまりにも温度差があるとこだとちょっと大変かもしれないけど、だいたい似たような感じ。でもさ、暑かったらまあまあ脱いだりするならいいんですけど、旅先でなんか寒いとなんか寂しい気持ちになっちゃうから、ちょっと首に巻けるなんかスカーフみたいなのとかあるといいんじゃないですかね。私は昨日さ、薄手のスカーフみたいなの持って行って、寒かったら膝にかけたりしてました、ね。ディズニーランドか、泊まりで行くんですかね。私泊まりで行ったことないんですけど、泊まりで行った方が楽しいですよね、多分。日帰りできちゃうから、すごいもったいない生き方してるんですけど、いつも。なんか遅めに出かけて、行ったらすごい人がいっぱいいて疲れて夕方ぐらいに帰るとかでも今ちょっと高い、チケット高いからそんな贅沢なことできないですね。行くとなったらもっと真剣にやらないとダメかもしれないですね。前もっと すごい安かったから、ね、今高いですよね。いくらなんですか、8000円ぐらいする、もっとする、7000円になった時にわあ高いなと思って思いましたけど。レイコーさん、それ素手のストール持っていきますね、なんかあった時に
負けますもんね。頭に巻いたり首に巻いたり、あとそうですね、最終手段で敷物とか敷物とかあんまいいものじゃないやつがいいかもしれないですね。怪我した時にも使えるし、ね、コノさん今1万円超え、嘘、そんなに高いの。レイコーさん、娘と孫が10月お誕生日で2泊3日、わーリッチー、素敵、いいですね。お孫さんはさぞかし喜ぶことでしょう。娘さんもリッチですね、いいですね。信号松、ユニバも高くなったよね、だって。あ、そうなの、ユニバも高いの。行ってないから。この前あのジブリパーク行って、ジブリは乗り物とかないのもあって安いですよ、すごい。一つ入るのに2500円とかで、追加で1000円とかじゃなかった？安いっすよね、ジブリパーク。ジブリも人気出たらあれかな、高くなるのかな。そう、私乗り物とかあんま乗れない人だから、あのジブリパーク良かったですけどね。乗り物怖い。レイコーさん、レイコーさんでいいの、レイコー R さんなのかな、まあいいや、レイコーさんにしとくね、3歳の孫の子守に夫も連れて行くので計4人で、料金びっくりいくらなんだろう、考えるのやめようみたいな。2日3日、まあでも海外行くより安いと思えばね、なんとか海外用みたいな気分も味わえるし。なんか何やってんだ私これ、なんか大丈夫かなこの絵タングルじゃないみたいな。そっか、まあ、楽しんでください。天気もいいということなんでね、目いっぱいね、一緒に家族でね、みんなでいるだけで楽しいですよね、きっとね。いろんな耳とかつけて、お父さんもお母さんも楽しんでくださいまし。実つみさん、ゼンタグルの存在を最近ようやく知りまして、書いてみたいのですが、影の描き方を知りたいです。納得いかなくて、ん、綿棒でなんですがうまくいきます。あ、殺筆か、ごめんなさい、殺筆、殺筆ね、こする筆って書いて殺筆、これですね、これか、これね。そっか、そうですね、 CZT のクラス1回受けるといいかなと思いますけど、あと私のビデオクラスがあるんですけど、ラキッドとかクラス101とかで、あとファンティストっていうところので、めちゃめちゃ激安でやってますので、激安であれですね、ゼンタグってどんなのかなみたいなのちょっと知りたいなっていう感じで受けるのだといいと思いますよ。こうライブで、まあ見てなんとなく分かればそれでもいいですけど、ちょっとしたコツなんかはクラス受けていただけると、真面目なトーク受けていただけると助かり、大変嬉しく思います。こんな変な感じじゃない、ちゃんとやってるんでクラスは。なんだか全タングルっぽくなくてごめんなさい、もっと全タングルっぽいの書けばよかったね。いいですか、ごめんね、なんか今日ちょっとお遊びみたいな、お遊びっていうかお絵描きみたいになっちゃった。しかもタイル全タングルじゃないし、これすいませんまだ公式ペーパーの方がすごい、あ、ごめんなさい見えてなかった、公式ペーパーとかの方がすごい綺麗に影も入るし、何よりね心地よく描けますので、ちょっとこれは今日はエンターテインメントな感じで見ていただけると嬉しいです、ね、こんな本当はおしゃべりな、こんなベラベラしゃべんないでちゃんともっと集中して描くんですけど、あ、これはこれで
ね、これを知ってきっかけでね、ジェンタングルやってくれる人がいたら嬉しいなみたいな感じでやっております。そう、私毎年あれです、クリスマスの企画やってるんですけど、今年は無理かなとか思ってたけど、ひらめいて、ずっとやりたいことあったんだけど、それはもうねどうしてもできなくて、ああでもないこうでもないってやったんだけどできなかったから、ちょっと違うことひらめいたら、そっちはねもうすぐできて、すごいかわいいのまた作りますんで、ぜひ皆さん参加してくださいまし。すごいとってもねかわいいっていうか、あのびっくりするやつ考えたからまた。そう、このランペーパーっていうんだけど、これもね去年のプロジェクトで、ランタンモザイクプロジェクトって言って、こうランタンの形でこうね組み合わせてガッチャンコガッチャンコってしていくやつなんですけど、そうやった、素敵、すごい楽しみ、わー嬉しい、このさん、しんごまさん、ありがとうございます。そう、ぜひあのちょっと変わった形のまたペーパーを作りまして、なんかのあまり難しく考えずにふん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 って感じで書けるような、なんかもうすごく気分転換にぴったりなやつになる予定です。ね、本当すごい大きい紙に書くみたいなのもやってみたかったんだけど、あれ大変だよね、なんか大変かな思って、気楽な感じ。これ今なんだっけ、この裏のバーズってやつをここに書いてみました。ごめん、ちょっと今日なんかお絵描きみたいになっちゃった、すいません。先生お楽しみありがとう、コノさん、わーありがとう、あコノさん、あそっかコノさんね、コノさん、さっきもコノさんで違うコノさんいなかった、あ、違う、同じだ。そうだ、キノコのさんじゃなくなってんですね、こっちがメインなのかな、ごめんね、なんか話しかけちゃって、コノさんで、コノさん、コノミさん、この前ね無事とか言ってあれですね、あのゼンタングルサーティファイドゼンタングルティーチャーになられた、このさ、美穂橋本さん楽しみです、イエーイ。わー、そんな嬉しい、ありがとうございます、がっかりさせないように、一見ね、え何これってなるかもしれないけど、あの可愛くなると思いますんで、よろしくお願いします。そうそう、この店石渡好美さん CGT です、あと慎吾ママさん、慎吾ママさん情報いらない、慎吾ママさんも CGT です、 CGT ね、どんどん増えて、この前すごい増えて、おびっくりでございます、日本人が一番多かったんじゃないですか、あの人数41名、4分の1が日本の方だったってことですね、4分の1じゃないか、ほぼ4分の1みたいな。ソエージさん、こんにちは、こんにちは、慎吾ママさんありがとう。コノさんありがとうございます、 CGT に慣れた、びっくり、ゼンタングルの魔法だってね、ぜひ皆さんもね今見てて何それってなってる方もね、先生の資格取るとこの教えることができるので、ぜひ目指してみてください。なんかちょっとよく分かんなくなってしまった、レッスンを受けるにはどうしたらいいですか、レイコーさん、あ、兵庫県っておっしゃってましたよね、そうですね、近くの方がいいですよね、あの関西にもね素敵な先生いらっしゃいますので、その先生たち、あと近くのカルチャースクールとかでも、もしかしたらゼンタングル講座、最近ねカルチャースクールすごい力入れてくれてるので、なんかあると思います、そこで受けていただくとか、
あとはビデオレッスンがね、意外といろんなのが出てますので、それを受けていただくとかね。あ、尼崎でやってますよ、慎吾ママさん。私尼崎でやってますよ、慎吾ママさん。私何回もやらなくていいそうだ、慎吾ママさん、そう、関西の私の超仲良しの、あれなので、 CGT なのでぜひ受けてください。面白い人です。怖くない、怖くないっておかしいぜひ。他に関西の方いますかね、見てる方。私もやってますみたいなね。どんどん先生増えて、今そうですね、何百人かいらっしゃるんです。そう、実はママ友って信号もそうなの。なんでいろんな、お、天ヶ崎嬉しいだって、実つみさん。あ、ぜひ受けてみてください。わかります、ここにいる信号ママさんって人ですよ。レイコーさん、ぜひレッスン受けたいです。あ、みんな関西の人が今日多いですね。なんでかしら、なんでかしらってなんでかしら。そっか、あ、信号ママさん、生徒さんお二人ゲットですね。すごい、ぜひぜひ会いに行ってください。終わってから、そうですね、直接ダイレクトメッセージ送ってもいいですし、信号ママさんにね、もしあれだった、私にメッセージくださってもおつなぎしてもいいですよ。なかなかね、ゼンタングル、そうですね、ちょっと探さないとね、ないかもしれないんですけど、いい先生ばっかりなんで。ぜひ、横城さん、先日の寝声パーティーありがとうございました、楽しかったです。私も関西です。あ、陽子さん、ゆうこさん、マジでごめんなさい、ゆうこ城さん、信号ママさん、インスタにアップします、10月28日やります。お、お、天ヶ崎なら JR で40分から50分で行けます。あ、お、ぜひ、じゃあインスタ見てみてください、信号ママさんのインスタ見てみてください。天ヶ崎でやるんだ、10月28日、もしよかったらみんなでミートアップしてください。えいこさん、後ほど DM 送らせてもらいますね、だって。あ、ありがとうございます、ありがとうございますって信号ママさんに直接送った方が早いと思いますけど、優しくて面白い先生なのでおすすめです、おすすめですって勧めて大丈夫かな大丈夫よ本当ね、楽しいのが一番ですからね。本当ね、絵心なしから始めて、本当に素敵な作品書かれますので、信号さん、ほんまなんか私の宣伝ありがとう、はい、他にもね、いらっしゃると思いますが、なんだろう、これ大丈夫、私の今日のやつ、謎のなんか植物園みたいになっちゃった。はい、私の宣伝は今のところですね、日本でやる、あ、ないんですよ今、ごめんなさいね、ちょっと大きなワークショップ立て込んでおりまして、すいません、すいません、だって、あと私のところでショップでちょっとお買い物していただけるとまた宣伝、ちょっとしたレッスンのビデオレッスンをお付けしてますので、よかったら何でもいいのでお買い求めください。そうですね、そう、東京で今度CZT 向けの、ね、ちょっと今何個かこうやってて、それで、そうですね、一般の方とか言ったらおかしいですけど、クラスがね、なかなかできてないんです、すみません。そう、でもビデオクラスがあるので、よかったらそれを受けてくださいまし。そうね、カルチャーとかがね、結構お安くて
で、なんかの連続でできて、こうみっちりできていいかもしれないですね。私結構単発レッスンが多いんですよ。なんでな感じですか。なんかなんだろうこれみたいになっちゃった。こんな日があってもいいでしょう。ダメダメですか。ゴールド使っとこうかな。最近ゴールド使うの好きなんです。来月香港があって、それやんなきゃいけないんですけど、やってない、やばい。ドイツ、あとは渋谷でちょっとやるんです。それもね、 CZT 向けなんで、すいません、一般の方向けのもちょっと冬できるように頑張りますね。でもなんかいっぱいやりたいと思っていっぱい予定を入れると、私体調最近緊張で、体調緊張っていうか、なんていうかな、自分では緊張してるつもりないんですけど、やっぱね、体が緊張するんでしょうね。あ、やること増やすとちょっと眠れなくなっちゃったりするんで、ちょっと急なお知らせとかになっちゃうかもしれないですけど、すいません。ゆうこじょうさん、ネイルもグリーンで素敵。そうなの、猫ちゃん描いてもらった猫ちゃん。このさん、先生のファンティストのレッスンはとても良かったです。初心者の方はぜひ受講してくださいね。だって、ありがとう。そう、ファンティストのね、全然宣伝してなくて、受けてる方もめちゃくちゃ少ないんですけど、ファンティストってサイトのなんていうんですかね、あれ1500円ぐらいでしたっけ。すごい本当にお試しで、ゼンタングルって何みたいな方が、あ、こういうことねみたいになるやつです。それおすすめなんですけどね。で、これそれ気に入ったら、他の先生のファンティストも他の先生いっぱいやってるんで受けたりとか、あと私のクラス101っていう、こう複数動画のクラスがあるんですけど、それを受けたりとか、そうするとちょっとステップアップしていく感じになります。いろんなのがあるのでね、皆さんの目的と興味に見合った合ってるやつ選んでいただければと思います。早速調べます。情報ありがとうございます。先生もっと宣伝ってね、なんかでもそうね、宣伝ねしないとって思いつつ、はい、シーセスのワンワン素晴らしいです。わー、みんなありがとう。そう、ワンワンね、すっごい作るの大変だったんですけど、あれなかなかよくできてる、できてますよね。自分で言っちゃったけど、初めてビデオクラス作ったので、そう、気合い入ってるし、まあ、全部気合い入れてるんですけどもうね、分からないなりに、それこそ体調崩しながらやったみたいな。体調崩すっていうの自分では自覚ないんだけど、あれですね、ちょっとまあその寝れないとか、あとなんだろう、そんな感じですねそんだけみたいな。寝れないの辛いじゃないですかね。夜中に起きちゃったりとかしちゃって、夜中にむぐっと起きて書き始めちゃったりするから怖いんですよ、もう自分で。自分、あ、これいいかも、みたいな。みほさん、2万ウォンはすごく濃厚でした。私の密度は、あの密度は本当にお得です。あ、やったー。本当ですか。嬉しい。クラス101のは全タングルの全てが分かるって感じ。はい。101すごかったです。お、みんな、ねえ、そうでしょ？あれ、あんなに教えていいのかしら、みたいなね。そう、先生になった方もおすすめです。あ、こういうふうにこういう順番でやったらいいのねみたいな勉強になると思います。なんか今日すごいわさわさの、なんだろう、植物屋さんみたいになっちゃったけど、はい、こんな感じでグリーンのいっぱい溜まってきましたわ。なんか今日いっぱい喋っちゃった、はい、では今日なんか見てくださった方いっぱいいてありがとうございました。またぜひご覧ください。はい。では。
また会いましょう。良いスポーツの日を。雨だけど、東京雨だけど。Thank you for watching. また会いましょう。See you again. Bye bye. またね。さようなら。